ございます。万三郎です。ご覧になれますか。久しぶりの大雪です。今年初めてじゃないかな、この大雪。気温は割と高いです。今外の温度計見たら0度でした。で、今日は朝起きて30分雪かきしました。もう体力的にかなり落ちていますちょっとね、まだね、その雪かきとかの勘が戻ってないっていうか、コツっていうのかな、なんていうのかな、それが戻ってなくて、まあ慣れたら20分ぐらいで終わるところ30分ぐらいかかってしまいました。まあしゃあないですね。まあ2ヶ月3ヶ月かけて徐々に体慣らしていくような感じです。いやー、すっごい雪ですわ。今日天気予報だと札幌市内でも20センチから30センチの積雪っていう予報だったんで、それが当たったとしたら今日はちょっとやばいですね。交通にもいろいろ影響出てくるんじゃないかな。大丈夫かな。GoPro の音声に時々すごいノイズが入ってブチッブチッって言うんですけど、これ何なんでしょうね。マイクアダプターなんですよね。マイクアダプターに DJI のフレキシブルマイクをつけて録音するとなるみたいです。ただ車の中だけなんですよね、それが出るの。昨日試しに家の中とかで撮ってみたんですけど出ないんですよ。だから車のなんかノイズ拾ってんのかなと思って、だとしたらどうしたらいいんだろう。車載録画時にいい音で撮れるようにと思ってマイクアダプターと DJI のマイクつけてるのに、それがダメだとなるとちょっと困ったぞと。今はマイクアダプター外してるので内蔵マイク、 GoPro の内蔵マイクで直接撮ってるんですけど、結構前も実験したんですけど大きい声で喋らないとうまく録画できてない、録音できてないような感じがあるんで、困りましたね。どうしましょう。まあいろいろちょっと試して、マイクアダプターが悪いのか DJI のマイクが悪いのか、それとも他になんか車から出ているノイズなのか、ちょっと確認してみたいと思います。いろいろテストしてみないとダメですね。まあ、何か分かればまた報告したいと思います。マイクのテストです。マイクのテストです。今 GoPro 本体に、マイクアダプターを接続していますが、マイクは何も取り付けていません。この状態で録画しています。どうでしょうか。どんな感じでしょうか。今マイクアダプターに DJI のマイクをつけて録画を始めました。どうでしょうか。違いはありますでしょうか。マイクのテストです。マイクのテストです。違い分かりますでしょうか。今 Wi-Fi 接続をオフにしました。どうでしょうか。Wi-Fi 接続がオフです。
おはようございます、ワンザブローです。割と気温が高くてプラスの2度ありますね。なんかね、今年の冬は急に寒くなったり、暖かい日が、暖かいって言ってもプラス2度とかなんですけど続いたり、先日は大雪が降ったり、なんか気候の変化が目まぐるしい感じですね。小学生はそろそろ休みに入るのかな、そんなタイミングですね。まあ相変わらず毎日仕事に行ってますが、さて、 GoPro の外部マイクノイズ問題ですね。もう毎日、まあ、動画にもしたりしなかったり、創意工夫自分なりにやってますが、結局のところ結論的に言うと、マイクアダプターに DJI のマイクをつけるとノイズが発生するということになりました。今はオーディオテクニカのピンマイクを胸元につけて録画しています。これだとほとんどノイズが出ないですね。ほとんどっていうか、あの嫌なプチっていう、プチプチっていうノイズは全く現れません。で、ノイズの原因なんですが、まあその GoPro の Wi-Fi 機能のノイズだとか、車から出てるノイズだとか、なんでノイズが出てるのか、夏場出てなかったんで、冬になってから環境が変わったことによるノイズというのは、例えば車のヒーターですね、ヒーター、リアウィンドの電熱線だとか、あとなんかあるのかな、わかんないんですけど、それから拾ってるんじゃないかっていうことと、あと路面のから伝わる衝撃ですね。衝撃でマイクの接続部分、マイクアダプターの接続部分がこう衝撃を受けて揺れることによってブチブチって入るのかとぐらいかな。もう本当に考えられることは大体全部やってみたんで、冬の間は使えないと。車載で録画するときは DJI のマイクじゃなく、このオーディオテクニカのピンマイクか、またなんか新しいの見つけてくるか、どうしようか今ちょっと悩んでるとこです。というところですね。まあこれで外部マイク問題は結論に一応達したということで、何か別のことを考えてやっていきたいと思います。それでは。